はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半を少し回りました。3月は16日の木曜日ですね、今日はね。日経平均は253円安、まあこの辺でうにゃうにゃしていますね。あのクレディスイスがですね、まあなんとか中央銀行から7兆円お金借りられるということになって、ちょっと落ち着いてますけどね。注目ドルウォンはちょっとあれですね、ウォン高方面に行ってますね、1309。円は 132.94 ですが、あんまり関係ないんですけどね。はい、さて、本題はこれでございまして、ロイターですね。これは昨日の6時35分午後という記事でございました。次期戦闘機の開発費、日英4割ずつ負担で、協議関係者ということで、日本と英国、イタリアの3カ国が進める次期戦闘機の共同開発について、焦点だった開発費の負担、分担を日英で4割ずつ対等にする方向で協議していることが分かった。事情を知る複数の関係者が明らかにした。3カ国は昨年末、次期戦闘機を共同開発することで合意。共通の機体を開発し、2035年までに初号機を配置する。関係者らによると、現在は月1回程度のペースで協議し、日英が開発費の4割ずつ、イタリアが残りを負担する案が有力になりつつある。関係者の一人は4対4対2で話が進んでいると話す。詳細は2024年末までに決定するため、比率は変わる可能性がある。どの部位をどの国が担当するかという作業の分担も今後詰める。関係者らによると、2025年に合弁会社を設立し、実際の開発に乗り出すと。まあまあ以下続いてるんですけども、今まで日本はですね、第二次世界大戦が終わって以降ですね、国内でまともな戦闘機を開発したことはないんですね。これはもう、その、私が生まれる頃からですね、こう、悲願でございまして、自分たちで開発したいと、いうことでですね、再々ですね、自分たちで開発するという方向に行きかけるんですけども、そのたんびにアメリカからチャチャが入るんですね。チャチャどころで妨害が入るんですね。それはあかんって言って。別にね、主権国家ですからね、形の上だけはね、表面上は。いや自分で作るって言うたらいいんですけど、アメリカはですね、それをですね、いろんな手を使って阻止をします。なぜアメリカが阻止をするかというと、自分たちの飛行機を売れなくなるからなんですね、戦闘機を。で、あとですね、開発されてですね、その技術が出来上がってしまったらですね、自分たちが負けるかもわからんというふうにアメリカは考えるわけです。日本の方がいいもの作るかもわからんという、彼らには苦い記憶がございましてですね、 WW2 の時にですね、初期の頃、全般的に言うかな、そうでしょうかね、最後の最後までと言ってもいいでしょうけども、この戦闘機の開発においてはですね、日本の方が上回っていた分野も多いんですね。代表的なのはゼロ戦でございまして、これはもう最初の半年ぐらい敵なしでございました。ゼロ戦を相手にドッグファイト、空中戦ですね、をするなというふうにアメリカの海軍空軍が指令を出しました。それくらいにゼロ戦というのは戦闘機能に優れていたんですね。で、痛い目にあったもんですから、アメリカはですね、その日本に二度と飛行機を作らせないという方針で占領を進めました。で、もう飛行機産業は全部解体されてます。全部。もう一切作ったらあかんって言われました。で、独立を回復したのはですね、その8年後なんですけども、そこから飛行機を作り始めましてですね、YS-11 なんていう名機が生まれたりもしました。でですね、その後、なんとかこう自分たちで作ろうとしたんですが、妨害が入りましてですね、すべて涙を飲んで諦めてきたわけなんですね。で、アメリカの飛行機を買うと、高いお金を出して買ってですね、ブラックボックスがあって、そこは絶対開けたらあかんと言われてですね、で、整備にまたお金を払ってですね、まあ要はアメリカにですね、ぼったくられてるわけですね、ずっと。
で今回ですね、イギリスとイタリアと組んで開発すると、となると、まあ、アメリカのですね、最大の同盟国はイギリスなんですね。そのイギリスが自分たちで作るって言うてるんやから、まあ、しゃあないなと、そこにまあ日本とイタリアがくっついたという状態ですね。でイギリスは自分たちできちんと作ってるんですよ、戦闘機は。当たり前ですけどね、もちろんフランスも作ってるんですけど、日本は敗戦国ということ ですね、長らくその妨害を受けて作れなかったわけです。で今回イギリスと作りましょうねということになったわけですね。まあ戦後もうそろそろ80年になろうとしてるんですけど、やっとこさですね、まあ半分ぐらい自立したかなと、戦闘機作りにおいてはですね、まあそういう状態です。でアメリカの戦闘機を買ってると言ってもですね、モンキーモデルと言いましてですね、アメリカの空軍や海軍が使ってるよりも一段性能が劣る戦闘機しかもらえない、もらえて買わせられないですね、買えないですね。でしかも莫大な整備料を取られてるというなんともですね、もう 不平等な状態にあって、でそれをですね、ここで、イギリスとイタリアという3カ国共同開発で、これから挽回していこうとしてるんですけども、どうでしょうね、技術的にね、多分ね、主要な部分、例えばエンジンなんですけど、エンジンみたいな主要な部分は多分イギリスの方が今優れてるんですよ。当たり前ですけども、日本の航空技術っていうのはこのですね、戦後78年の間にもう どんどんされましてですね、 YS11 を作ってからもう半世紀以上経ってるわけであって、もうどんどんされて、この前三菱がですね、三菱重工がですね、諦めましたね、とう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 、あれ何兆円もですね、開発費かけた挙句に諦めまして、三菱重工もね、僕が若い頃にはすごい会社やと思ったんですけど、今はただのロートルの老舗企業というだけですね、あれね、ほんまに、そういう悲しい状態になってしまいまして、これからそのね、日英イで作るとしてもですね、どうでしょう、日本は一番いいエンジンのところはいらわしてもらえへんのちゃうかなという気がします。なんで、まあまあまあ、でもこれをね、取っかかりにね、自分たちで作れるようになれればいいのになという気はします。お隣さんの韓国でさえですね、自主開発をして、まあちょっと一世代前ですけどね、彼らが作ってるのは、日本とイギリスとイタリアが作るんであれば、ちゃんと今の世代のですね、今の世代に通用する戦闘機を作らなあかんと思うんですけど、まあまあできるかもわからないし、こういうの大体伸びますからね。2035年の配備といえば今から12年後ですけども、そんな予定通りいかない、私が生きてるうちに実戦配備できるんかなと、まあ、私的にはそう考えますけどね、あと14年後ぐらいとなりますと、2037年ですか、2037年まで実戦配備できてるでしょうかね。その時私はもう75でございますもうええやん、もう多分こういうふうには喋っていないと思うんですけどね。まあそれはいいとしまして、ですね、日本とイギリスとイタリアと、この取り合わせがあるのはですね、要は対アメリカなんですね。アメリカに対してですね、そのどう言いましょうかね、まあ要はお前らの技術頼らんでも俺らちゃんとできんねんというところを見せたいなと、アメリカの妨害を受けないということが一つの大きな理由なわけですね。でなんでイタリア入ってんねんと言いますと、実はイタリアという国はですね、なんて言いますかね、君の名はというジブリの映画がありましたけども、あれで若き主人公はですね、あれ、実際の人物なんですね、モデルは。まあ、ドイツに留学しますけども、その、若い子供の頃にですね、この幽霊みたいに出てくるイタリアの飛行技師みたいなで言いますよね。伝統はあるんですよ、飛行機については。ただ、イタリアの名機っていうのは私は思い浮かばないんですけども、まあ一応ね、飛行技術はあるわけですね。飛行技術が飛行機を作る技術というのは一応はあるんですね。紅の豚という、同じくジブリのアニメありましたけど、あれはですね、イタリア空軍の一人というふうになってるんですね。イタリア空軍の OB の一人というようになってますね。まあ、だから、あれはもう100年ぐらい前の話ですけども、まあ、一応ですね、飛行機の伝統があって、今、イタリアがね、なんかすごい飛行機作って、
ってるかというと全然そういうイメージはないんですけども、多分ですね、設計とかそういったデザインとか、デザインなんかあまりあるようでないようなもんですけど、そういった部分でですね、イタリアの力もですね、こう必要になってくるんではないかなみたいな気がしますね。同じ作るんであればかっこええの作ってほしいですからね。はい、ということでこのロイタのですね、サイトを貼っておきますんで、私最初の半分ぐらい読みました。確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。